はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝と続きをプレイしていきたいと思います。で、前回までにですね、ついに謙信と周瑜を決するべく最初に土下座までして同盟を結んでもらった同盟を破棄してですね、ついに開戦をしています。で、その後ですね、順調に勢力を伸ばして今春日山城まで、攻め落としました。で、この先はですね、越中、加賀、能登、この辺りを攻めていこうかなと思ってるんですが、実はですね、その間に今川と北条が再度同盟を回復させてまして、その北条、今川連合軍も長尾を攻めている、謙信を攻めているという状況で、今実は長尾領の謙信領の取り合いが始まってます。なので、これに遅れないように、しっかりと領土を拡大しつつ、北条との同盟は維持して、今川とは場合によっては開戦も辞さない、まあ、そういう形でね、進めていこうと思います。なので長尾はもう今兵数12万まで減らしてます。で、一方今川が勢力を盛り返して22万、で北条は相変わらずですね45万です。で、我らが上杉はなんと56万ということで、一番大きい大名になり上がりました。このままの勢いで長尾を滅ぼし、今川とも場合によっては決戦に及ぶということで、進めていきたいと思います。では早速プレイの方続けていきましょう。で、軍団の方もですね、いくつか再編成をしてますので、今回は、自らの兵も出していきましょう。で、とはいえ範政自身を出すのはどうかなと、まあ範政出さなくてどうすんのっていうのはあるんですけど、範政はね、能力が低いので、範政は出さずにやっぱり道官、太田道官を出していきましょう。で、ムロガとかもね、実は仲間になったりしてるんですよね、今。では、これを椎名家の方に出陣させていきましょう。魚津城ですね。出るぞ。必ずや勝つ。ご命令くだされ、報告いたします。そしたら各武家にも出陣を要請していきましょう。とは言ってもね、これで要請しても大概ね、出兵してきてくれないんですけど、まあ一つ一つの城を選んで出兵命令をすればちゃんと来てくれるんですけど、ちょっと面倒くさいんですよね、やっぱり。なので帰っていくのが確認できましたので、各々に出陣をさせていきましょう。まあ春日山に1万何千かいて、他の城、まあ、北条城、飯盛山城、この辺りからも兵を出していけば十分に落とせる規模の城かなとは思います。一応各軍団には切り取り自由で、各謙信の拠点の攻略の命令を出してはいるんですが、なかなか攻めきってくれないなって感じですね、ここまでのところ。そしたら一徹が来てるので、一徹に対して道官を当てて、その間に椎名のこの魚津城攻めを続けてもらいましょう。出陣するかかれと思っていた敬礼堂も、思いのほか敵が大部隊で攻めてきてますね。先月の収支です。改めて援軍要請をしていきましょう。ただ魚津城までは援軍では出せないか、北条も。となればやっぱり自らの拠点から兵を出すしかないですね。もうこの辺りからガシャガチャ出してもらってもいいんですけどね。出るとするか。出陣するぞ。我らも加勢する。お助けいたします、お助けいたします。我らも加勢する。今川がもうだいぶ長尾を侵食しているので、これに遅れを取ると実はかなり攻めづらいことにおいおいなっていくので、少なくとも京都への道を確保するためにも
いやー、ここすごいことになってるな。ここは今川勢と謙信勢ですね。まあ、今川勢といっても今川勢の中身はほぼ徳川軍ですよね。そしたらこの椎名攻めをしているところはもう一気に合戦に持ち込んで城を取りましょう。ご命令くだされ、報告いたします。ここは山城なのかな、もしかしたら。そうですね。で、残りの兵糧の数が少ないので焼き打ちにしてちょっと兵糧を回復させましょう。で、シーナーを滅ぼし、兵糧を回復したね。そしたら道館は騎乗させて、残りの部隊は富山城攻めに入りましょう。で、先ほど取った魚津城に関しては地業として与えていきましょう。もうバシバシ長尾は、謙信は攻めていってもらいたい。今側に遅れを取るわけにはいかない。続きなさい。隠れ、出陣するぞ。富山城もうあと一歩で取れそうなところまで行ったんだけどな。敵の大詰めが来ましたね。報告いたします。我が戦お見せしましょう。謙信が来てるのか。まあ謙信相手じゃ信玄クラスじゃないと話にならないんですが、その信玄はですね、ちょっと前回プレイお届けした後、松城城攻めをしている最中に沈没しました。あの討ち死にとかではなく病気であっけなく死んでしまいましたね。で、入れ替わるように室賀が仲間になったんです。城が取り囲まれました。ここで春宗が死んだか、伊達春宗が。ご命令くだされ、報告いたします。報告いたします。ここまでかなり順調に来てたんですが、ここに来て兵站が長くなりすぎてるのかな。ちょっと城攻めの勢いがなくなってきてますよね。ちょっと無理やりにでも出陣していきましょう。そうしないと遅れを取ってしまう。出陣する。出るぞ。必ずや勝つ。出るぞ。
命令を報告します。富山城を取って、報告します。高原諏訪も取れば一気に出陣するぞ。越中進行が叶うかなというところですね。でここは今川と戦うのはどうなんだろう。得策じゃないな。やめて。今川と戦うぐらいだったらこっちに向かってくれ。今川と戦っちゃうのね、秋山は。で今富山城が大激戦になりつつある。この隙をついて高原諏訪城を取りましょう。高原諏訪城を取れば富山城を南からも攻められますよね。よし、高原諏訪を取ってね。ここも大激戦になってるんで、ここはどうしよう、一気に改善していきたいけど、富山城取れるかな。まあ常に何度か動画の中でもお話しているように、今週末はちょっとタイの方に遊びに行くので動画の更新が少しね滞ってしまうかなと思うんですけど、その分できるだけね、一回一回を濃密にしてお届けしていきたいなと思うんですが、今ここで富山城で一進一退の膠着状態になってしまっているので、まずはここをね一刻も早く脱却しましょう。さあ富山城がこれで落としましたね。富山城落としたら高岡城、さらには福光城、さらに七尾城も今攻めてますね。下げっさいが攻めてるけど、ちょっと下げっさいの残りの兵力が少ないので帰らせましょう。ご命令くだされ、報告いたします、報告いたします。敵を追い詰めよ。出るぞ、必ずやったっす。ご命令くだされ、報告いたします。今や一大反動を築いていた謙信もここまで兵を減らしてますからね。さあちょっと高岡城を攻めている部隊は帰らせましょう。でだ、今川がだいぶ慎重してきてるな。今川と北条が今同盟を結んでるので、北条に今川の抑えをお願いすることができないってことを考えると、できるだけ長を送って勢力を大きくして今川を自分の手で封じ込めるっていうね作戦しかちょっと取れなそうですからね。では平井城から、いつもねこの範政、道灌、室賀っていうこの3セットが自動で選ばれちゃうんですけど、まあね範政は槍働きにはちょっと向かないので置いておきましょう。で道灌8000をこの高岡城攻めに向かわせましょう。
まあもう、道館に関してはね、名代的な感じですよね、この範政の。ここで高岡城を取って、能登半島の釘を刺しましょう。で、謙信がここで死ぬか。謙信が死んでくれれば、戦力的にはだいぶ助かりますね。ご命令くだされ。謙信先の後誰日がの大趣名旨にでなったっす。て？報告いたします。謙信の後のちょっと大名誰になったか見ましょう。中尾景直が大名になってるんですね。もう武家の数というか大名の数もだいぶ減ってきてますね。まあ、せっかく見たので、人口とか石高とか見ていくと、人口は山の内上杉家がトップで、島津もやっぱり敵があまりいないですからね、伸びやすいですよね。で、石高は、おお、山の内上杉トップですね。で、兵数もトップ、武将も今川が190いますけどトップですね。このままいけば本当に山の内上杉家、範政が天下を取る、一人で始まったこのシナリオもっていうね、感慨深い感じにはなりますが。そしたら今川と一旦停戦しましょう。始めましょう。先月の収支です。報告いたします。七尾城成人をもし攻めてくれるなら攻めてくれっていうレベル。出陣するぞ。助太刀いたす。出陣するぞ。加勢いたす。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。助太刀いたす。いざ参ろう。助太刀いたしますぞ。加勢しよう。花ちゃんが生まれました。花ちゃんが。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。助太刀いたす。お助けいたします。何、道館が一気にやられたな。誰だ、柴田ごときにやられるか。道館の八千が一瞬にして混乱で壊滅したな。ここに来てなんかだいぶ苦戦してきてますね。松代城とか、ちょっとね、動画の中で、プレイをしなかった城攻めに関しては、かなりね、すんなりいったんですが、ここに来て、だいぶ苦戦ですね。とはいえ、こちらね、予備兵力がね、めちゃんこいますからね、この後方から、チョーク、兵を出していきましょう。総勢15万。こんだけの兵で攻めかかればた我まらがんでしょう。戦お見せしましょう。出陣する。もうここまで来る表情を始とめましね、ょう。本当報に告いたします。力攻めだけって感じにはなってきますけどね。前半はもう外交に外交を重ねて、なんとか城を取り、取られ、外交を重ねっていうのをね、やってた頃が
懐かしいですよね。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。もうこのまま長尾は滅亡に追い込んでいきましょう。捉えられました。出陣します。出るとするか。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。剣心なき今、報告いたします。報告いたします。やっぱりそうなると金継ぐとか影勝とかそのあたりが多分敵の主力というかね、舞台になってんじゃないかなと思うんですが、武田の急進を取り込んだこの山之内上杉家の敵じゃないですよね、さすがに。報告いたします。ちなみにですね、せっかく今武将の話が出たので、今配下にいる武将の情報とかちょっとチラチラっとお見せしましょうか。今がねこんな感じになってます。で統率でちょっと相当かけると、南部春政、やっぱりね南部春政は強いですね。あとは馬場信春、そして道館、もう最初から支えてくれてますよね。で秋山に最上義昭で、小部正影、まあやっぱりこの辺りずらーっと見ていくと、この武田信繁、内藤正豊しかり、武田の急進がかなり優秀ですよね。あとは伊達家も滅ぼしたので、片倉小十郎とかね、この辺りが入ってきています、下げっさい。勝頼もね、政治はともかく統率とか武勇は高いですからね、信玄亡き後、しっかりとこの上杉、山の内上杉家を支えてもらいたいところですよね。捕獲されました。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。我が軍略お見せしよう。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。この高岡城がなんか全然落とせないんだよな。我が戦お見せしましょう。出ぞ。必ずや勝つ。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。表情を始めましょう。報告いたします。出るとするか。我が策、戦場を制す。じゃあちょっとこの後はですね、早送り気味で一気に長尾の攻防をバーッとお見せしていきたいと思います。で、その後最後ね、長尾を滅ぼすところはまた戻っていきたいと思いますので、ちょっとここから早送りでガーッと進めていきますね。はい、というところでですね、ざっと早送りで送りさせていただきました。でその中でですね、まあ、早送りにさせていただいたので、ちょっとね、見えてないと思いますけども、反上杉連合、反山の内上杉連合が組まれてます。で、さらに、なし崩し的に今川と開戦する羽目になって、今川にいくつか城を奪われてしまいました。とはいえ、長尾はもう滅亡寸前、残すところ2つの城の、のみというところですね。その2つの城も今、囲んでますので、ここでもう長尾、剣心、元剣心家ですね、ここに引導を渡していきましょう。前に打てぬ敵なし。城へ戻る。城へ戻る。攻め込め。でこの後はもう今川と本格的に戦っていくっていうね、ことにせざるを得ないかなと思いますんで、今川を今度は標的にしていきましょう。
これで七尾城最後を落として、長尾家ですね、謙信、ここを滅ぼすことができました。敵将を捕らえた。まあ始めてみれば謙信も、まあ今はね謙信亡き後ということになります。あっけなかったですが、今度ね今川がねかなり大きくなってます、ご覧の通り。で兵力でいうと34万、武将204っていうのはね多分、かなり大きい勢力になってますね。で北条は逆に攻める場所がなくなってしまったがために勢力自体は伸長はしてないです。ただ兵力は50万で、我らが山内上杉家に関しては、武将数189、兵数が76万ということで、武将数では今川に劣っているというところですね。あと特筆すべきところで言うと九州の島津、中国地方の毛利、そして足利将軍家ですね。ここがね結構頑張ってます。今回兵数も30万超えていて、武将数も120というところですね。でこれが連合を組んできているというところになりますので、まあ次回はですね今川を倒しつつ京都を目指すということをねやっていきたいなと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。